エンマ宮殿さん、キャプテンサンダーとバトルしてみます。おすすめチームレベル80、結構高め。出動。じゃあ行きますか。エンマ宮殿15階、キャプテンサンダー。ワクワク。キャプテンサンダー、シブロックオン。ショットナンバー3、キャプテンパンチ。おう、攻撃スタイルは昔と同じかな。神妖怪で攻撃しまくり。おう極太サンダービーム。これ当たったらピヨるやつかな。キャプテンパンチ、ショットナンバー3、ゴケブタサンダビー。あ、電撃スパーキング、回避で全然大丈夫。あ、そんな強くない。あー、避けられちゃった。ショッキングボール。チームレベル、おすすめチームレベル80だけど結構サクッと倒せるね。サピョンとかスナイパー系の妖怪使ってもいいかもね。スナイパー VS スナイパーか。ヌッパーツ2個で結果は S ストーンとラビットショット。サピョン専用。キャプテンサンダーパート2、おすすめチームレベル85。はだけてるキャプテンサンダー。キャプテンサンダー。キャプテンサンダーパート2。おすすめチームレベル80だから結構強いんじゃない？お、避けられた。銃撃ちまくり系か。ショットナンバー9。これ当たるとピヨったりするし結構ダメージ大きいかな。コンバットブレイク。しかし神の前では関係ないのだ。速攻で畳みかける。オペレーションオメガ。ほうほうほう。やば。これも前と同じだね。避けまくり。え、普通に回避だけで避けれるし、大したことないよね。懐かしい。あ、いきなりアタックチャンス。誰か必殺技打てない？地獄行きの審判。余裕っしょ。神妖怪使ったら余裕っしょ。やりましたね。ヌンパツ2個。ウサピョンとかがご褒美でゲットできるかも。あ、マジですか。エンペラーチップがもらえる。最高。エンペラーモードになれるようになる。すげえ。このエンペラーチップって555じゃない、ダルマット全部攻略してたまにもらえるやつじゃん。すごい。